どうも、岡千です。今日はですね、日の山の頂上というところに来ておりますと。ここね、車いないんですよ。まあまあそれはいいんですけども、今日はこちらです。車載タイムラプスの撮り方だとか、あとまあ景色もそうなんですけども、どういう風に僕車載でタイムラプスとか動画撮ってますかというご質問、結構質問とかでいただいているので、まあ答えていきたいと思いますと。まあね、一応こういったような形でセットしているんですけども、じゃあこれは何っていうところからですね、じゃあやってみたいと思います。まずですね、まあこういった形、運転席があって、まあここ、まあ、こんな感じでホルダーをつけていると。じゃあどういったホルダーなのって言ったらですね、ここね、ブレないようにちょっと厚紙してるんですけども、まあ、こういった形のホルダーですね。これソフトバンクって書いてあって、で実はもう5年も6年も前に買った商品なんですけども、大活躍中だと。でもともと多分ね、こういったところにつけるんですよ、こういったところに。ただね、僕の場合逆にこういう風につけていると。でこれがね、ちょっとね、片手じゃやりにくいんですけども、こう当然こう角度調整が効くので、まあ角度に合わせていろいろ使っていると。で最近はね、またここが多いんですけども、まあ、こことかにつけて、まあ、ドライブ雑談とかすることも多いと。まあ、そういった意味では非常に便利。ここ吸盤で、ちょっとね、水を湿らせて、ここにバシッとつけることによって、こう固定されるわけですね。固定されるわけです。じゃあ、外から見たらどうなるかって言ったら、一応こんな感じでついているわけですよ。こういったような雰囲気で、多分あっちもね、今ビデオ回してるから撮れてると思います。まあ、こういったような雰囲気でいつも走らせていると。まあ一応視覚のね、邪魔にならないような、見えないな、視覚の邪魔にならないような付け方はしています。まあこういったような角度的にこんな感じですね。戻りましょう。一応車載的にはこういったイメージ、こんな感じで、タイムラプスを回してると。運転していても邪魔にならない場所っていうのがまず大前提ですね。まあ、こことかでもいいし、助手席のこの上のあたりでもいいかなとは思いますね。こんな感じ。ただちょっとでも邪魔になるかな、もうちょっと上の方がいいかもしれませんね。この上ら辺、上ら辺でこういう風につけてもいいかもしれません。僕のベストポジションはやはりこのミラーの下で、死角にならない場所っていうのがベストポジですね。でこれの便利なところは、まあ、この角度で車載タイムラプス回してもいいし、ちょっとこうね、上を向けることによって空のね、タイムラプスも撮れるので、まあ、こんな感じですよね。こういった意味でも面白いかなっていうような雰囲気。このね、やっぱりスマホホルダーはかなり使えます。まあね、動画撮るまではもともとね、このホルダーを買った時にナビゲーション、カーナビで使おうと思ってたんですけども、前のゴルフ5の時はつける場所がなかったので買って放置したまま、よく捨てずにいたなと思います。これめちゃくちゃ便利ですね。もう簡単に外せるし、まあ僕は車載タイムラプスはこういう風に使ってます。あとね、次、外とかの景色のタイムラプスはどうやって撮ってるのっていう話に行きたいと思います。ちなみに iPhone でのタイムラプスの撮り方はここでね、選べます。もともとビデオとか写真だったもの、一番端にね、タイムラプスがあるので、ここでね、ポチッと押すだけでタイムラプススタートです。それでまあよく使うのがこのゴリラポットですね。これ磁石でもつくので非常に便利ですね、タイムラプス用。あとはこの三脚使います。三脚、まああんまりね、最近めったに使うことないんですけども、よりね、しっかり固定したいときはこれの方が、まあこのね、足に比べては、まあ、バランスとか、まあ、そのあたりもしっかりしているんじゃないかなと思います。今日はね、これ使って外のタイムラプス撮ってみましょう。なかなかね、天気はいいけどね、ちょっと霞んでますね。ここら辺がいい、ちょうど船とかも通ってる。でねタイムラプス撮るときは、まあ、こんな感じでセットする、セットして、一応ね、こういった感じでセットしてから、まあそれでこういう風にセットしたらタイムラプススタートと。
ただこれね、僕ちょっとやっぱり押さえておきます。ここね、背が結構高かったりして危ないので、こういう風に押さえると、まあ、これでバッチリですね。で本来ね、まあ、雲が多かったりだとか夕日とか、まあ、船とか走ってるけども、まあ、そのあたりがね、まあ、撮れたら楽しいんですけども、ちょっと今日は雲が少ないからあんまり動画に変化はないかもしれません。だいたいね、5分ぐらいは最低でも撮りますね。タイムラプス結構時間はかかります。結構ね、地面とかに置いてたら僕放置していろんなとこ行っちゃうんですけど、こうやってやっぱ高いところに置いておくと、まあ、iPhone ね、万が一倒れたりしたら危ないので、まあ、そこら辺は要注意かなと思いますね。それにしても天気はいいけど霞んでる感ありますね。空ちょっとグレーっぽいな。でこういう待ち時間を使っていろんなところをまあ散策したりっていうのも一つの手かなと思います。もしくはこの今撮っている iPhone でまた別のところタイムラプス撮ってもいいんじゃないかなと思います。だから僕がね、タイムラプスハマったのはやっぱりあのアメリカの YouTuber のケイシー・ナイスタッドさんがタイムラプスかなり使ってるので、まあ、そこからハマりましたね。やっぱり面白いです。面白い、自分でこういったような早送り、コマ送りの動画が撮れるってなかなかいいんじゃないかなと思います。で時にはこういうふうにまた角度を変えて、編集、 iMovie の編集でつなげて、まあなんていうかな、いろんな角度でタイムラプスっていうのを楽しんでますね。まあ、編集で結構いろいろ楽しめるので、まあ一つの遊び、楽しみの一つですね。まあ大体これぐらいで終わり。あとね、空のタイムラプスも撮りたいと思います。もうさっきのよりは安心、もう手を離していてもいいかなっていう感じ。こんな感じ、これはね本当におすすめ。ちょっと今日のね、空はね、雲的な雰囲気的にね、あんまり面白くないと思うんですけども、しっかり雲がある時とかは、例えば車載タイムラプスの時もそうだし、まあ、こういう風に固定してタイムラプス撮った時もかなり面白いので、今日はねちょっとね条件があんまり良くないなとは思います。よし、一応チェック。はい、いかがでしたでしょうか。今日はですね、僕がこうね運転している時に、まあ車載タイムラプスで動画内でもいろいろねあると思うんですけども、それってどうやって撮ってますかという、まあ、ご質問というかリクエストというかあったので答えてみました。一応ねこういったものを使って iPhone を固定して撮っていますと。非常にねこれ便利です。でこれの便利なところは簡単に角度も変えられるし、まあ、簡単にねスマートフォンも取り外すことができると、まあ、今片手でございましたと。でね吸盤でヒュッて取れるので、でこれねもう一つ二つ欲しいんですけども、まあ5年も6年も前の商品なんでなかなかないと。ただね今ね見たらねこれカーメイトって書いてあるんですよ。見えるかな、カーメイト。もしかしたらちゃんと探したらあるかもしれません。非常に便利でございました。1500、600円だったような気がするんですけどね。あとは、外の風景とかタイムラプス撮るときはこのゴリラポッドのミニを最近は結構使ってます。まあ、さっきみたいにね車の、まあ天井とか鉄のところにはねこれピタッとくっつくので、まあ、固定もできるし、まあ無風のところだったら、まあ、一応ね三脚っていうことで、まあ、置いてあってもそんなに倒れることもないんじゃないかなと思います。もうちょっとしっかりしたいときは大きめの三脚を使った方がいいかなと思いますね。まあ今日はですね、いつもどうやってタイムラプス撮ってるんですかっていう質問あったので、まあ、こういうふうにねこんなふうに簡単にくっつく、ホルダー、スマホ用の車載のホルダーを使って、タイムラプスを撮っていますと。形の動画でございました。まあ、タイムラプス撮影ってね本当に面白いので、皆様もぜひやってみてはいかがでしょうかという形で終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いします。あと Twitter、Instagram、ウェアもやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、勝吉でした。ではまた見てください。最後帰ろうとしたらいい感じで雲と太陽。
最高。